YouTube クリニックの植松です。今回ネット上でも騒ぎになった高額療養費制度がなくなるんじゃないのという説に対して解説をしようと思います。 YouTube クリニック、まずは高額療養費制度のおさらいから簡単にしてみたいと思いますが、この高額療養費制度というのは今の保険制度の2大特典の1つだと思って構わないです。1つ目の特典は皆さんよくご存知の7割引きとか8割引きとか9割引きで医療が使えますよというのが1つ目の特典ですが、もう一つ大事な保険としての役割がこの高額療養費制度にあります。それはどんなに月々お金がかかったとしても上限はここまででいいですよとキャップを決めてくれている制度です。例えば一月に100万円かかったとします。100万円かかったとすると7割引きだとしても30万円になってしまいますね。で、30万だとしてもこれは結構家計に響くものがあって、これじゃ生活できないよという人も中にはいらっしゃるかと思います。そういった人々を救済するために、いやこの30万じゃ多すぎるからここは高額療養費制度というものを利用して10万まででいいですよというものがこの制度になります。これは金額が大きくなっても同様のことが言えて、例えば今抗がん剤とか高いもの出ていますけれども、それが月に1000万かかったとしたら、まあ、7割引きでも300万で、300万かかるともう破産しちゃうよっていう方もいるかと思いますけれども、それだと国民の生活が成り立たないし医療を安心して受けられないということで、ここは国がちゃんと面倒を見ますよ、保険がちゃんと面倒を見ますよということで10万に抑えるという制度です。もちろんこの10万っていう数字は人々の所得によって違うんですけれども、およそこんな形でキャップが決まっていて、どんなに医療にかかったとしても破産をしないようにということで設計されています。さて、この高額療養費制度がなくなったらかなりの方が困るかと思いますけれども、それがニュースで流れてしまってバーってネットで炎上したっていう経緯がありますが、そのニュースをよく見るとこう書いてあったんですね。高額医療負担を、財務省が廃止しますよというニュースでした。これよく見ないとわからないですけれども、高額療養費制度と高額医療費負担は全くの別物です。なので結論から申し上げると、高額療養費制度はなくなりません。じゃあこれは何のニュースかっていうと、ちょっと詳しく見ていきます。僕らの健康保険っていうのは、さまざまなお金の集め方があるわけですね。例えば公務員たちが集まって共済組合っていうのがあって、でその共済組合の中でお金を出して、これ保険料として納めたものを還付するっていうやり方とか、あるいは大企業で大企業の人たちが入っているグループの中でお金を集めて、でその人たちが病気になったら、その保険料とかを使って還付するというようなものがあって、その中で、国民健康保険というものがあって、これは私みたいな無職の人とか、あるいは自営業の方とか、そういった方々が入る保険で、財政としては市区町村が面倒を見ていたわけです。そうなってくるとやっぱ大企業は見ているとかと違って、結構財政的にぐらつくんですよね。例えば100人の村に1人重症患者が出たっていうような形になってくると、月々1000万出てしまうっていう形になってしまうと、その市区町村の財政が揺らぐわけですよね。で、そういった財政基盤が弱いところに対してちゃんと助成をしようよって、みんながちゃんと保険を受けられるようにしようよっていうことで、この国民健康保険に対しては国が補助金を出したりとか、都道府県が補助金を出したりとか、そういったことでカバーをしていて、でついに2018年にはこの市区町村と都道府県はもう一緒にしましょうよと、財政として一緒にして、それだけ母体が大きくなれば、病気になった人が複数出たとしても財政としてぐらつきませんよねということで、安定するようになったわけです。で、それまで出していたのがこの高額医療費負担っていうのを、国が出してたんですけれども、じゃあそういうのももういらないよねっていうことで、今回財務省としてはこれを廃止しましょうという発表をしたところ、ニュースとして勘違いされてバーッと広がったという経緯があります。なので、皆さんとしては高額療養費制度は使えると。で、この高額医療費負担っていうのは、国と都道府県の話とか国と市町村の話なんだよということだけ押さえておけば大丈夫だと思います。で、ここで話題になったのが、じゃあ高額療養費制度がなくなるんじゃないかっていう危機感を覚えた時に、いや私たちはやっぱり民間の保険とかも入っておかなきゃいけないんじゃないかっていうのが一つ話題になったのですが、これに対してはどう考えたらいいでしょうね。実際この少子高齢化が進んでいて、医療費負担が年々増えているような状況であると、給付が少しずつなくなっていくだろうなって、絞られていくだろうなっていうのはもう目に見えて明らかな状況です。ただ今慌ててこの民間の保険に入らなきゃいけない状況かというと、そうではないかなと思います。まず
この公的の保険と、まあ、民間の保険で、まあ、どっちが割がいいのっていうのはあるんですけども、当たり前にこの公的な保険です。っていうのも、公的な保険っていうのは、まあ、みんなの保険料以外にも4割ぐらい税金を国から突っ込んでるんですよね。まあ、都道府県からも突っ込んでいますけれども。そうなると、まあ、割がいいのはもちろん公的な保険で、この高額療養費制度みたいな高額ながん医療には適用しませんよっていうのは今のところ流れとしてはなくて、まあ、せいぜいあるとすると先進医療とか、まあ、そういったものを特約で民間保険でつけるかっていうのがあるんですけれども、先進保険って、まあ、このチャンネルをご覧になっている方はよくご存知だと思いますけど、通常の保険診療よりも劣っている可能性の方が高いものなんですよね。まあ、たまに数パーセントほどそれを上回るということで、まあ、何回かそれを繰り返して、まあ、新しいのにアップデートされるんですけれども、まあ、ちょっと博打に近いところはあるので、まあ、通常は公的保険の方だけで大丈夫かと思います。ただ、まあ、こういった方は民間保険に入っててもいいかなって思うのは、そのがんになりやすい状況だっていうのが分かってる人はもう入ってもいいかなとは思っています。例えば遺伝的に、まあ、がんが、まあ、なりやすいことが分かっているというような状況の人だとか、あるいはタバコを吸っているとか、あるいはフラッシャーって言ってお酒を飲んだ時に赤くなってくる人、まあ、この人はお酒を飲み続けたりするとその分解する力が弱いがためにがんになりやすくなるんですよね、まあ、そういった方々に関しては入っててもいいかなというような状況で、普通の方は、まあ、民間の保険に入っていたとしても損することが多いんじゃないのかなっていうのが今のところの見解です。まあ、何よりこの民間の保険に入って、まあ、カバーしていこうっていうような、まあ、考え方を持っている人はまずはここからがいいんじゃないのかなと思います。このコストパフォーマンスを考えると、まあ、予防と検診を受けることが一番のコストパフォーマンスが良い結果になります。予防っていうのは基本的には生活習慣病ですね、まあ、血管を守ろうっていう形で寿命10年延ばすレシピとかでは扱ってましたけれども、まあ、糖尿病とか高血圧とか、まあ、そういった防げるところを防いでいくとだいぶ病気にもなりにくくなるし、あるいは検診でがんを早めに引っ掛けるとかなり医療費も体への負担もまあ少なく、しかも完治率も高いというような状況なので、この予防と検診に関してはかなりコストパフォーマンスがいいですので、まあ、これはチェックしておきたいなというところですね。まずは民間保険に入る前にちゃんと検診をしているかどうかをチェックするのが一番先だろうと私は思います。まあ、ということで、まあ、この高額療養費制度、まあ、どんどん衰退する可能性はあるんですけど、今のところは大丈夫というところで、まずは落ち着いていただいてというところでしょうか。ネットとかではまだね、タグとかで高額療養費制度なくさないでとか書いてたりしますけれども、まあ、まだまだそういった状況ではないことは押さえておいていいと思います。今日のところは以上です。